ロムルス・シルビア・アイ・ロームルスは、小惑星、シルビアの第一衛星。二つ見つかっている衛星のうち、外側の軌道を回っている。なお、ロームルスという同名の小惑星がある。2001年2月に、アメリカの天文学者、マイケル・ブラウンとフランスの天文学者、ジャン・リュック・マーゴットが、マウナケア天文大群のケック2望遠鏡による、観測で発見した。 2005年にレアシルイアの双子の息子の一人で、ローマの建国者とされるロームルスにちなんで名付けられた。シルビアと二つの衛星は、同じ衝突によって形成されたラブルパイルであり、衛星の密度やアルベドは、シルビアと同じだと考えられている。ロームルスの軌道は、ヒルキューのかなり内側で、シルビアの時点に同期する軌道よりも、かなり外側に位置し、非常に安定していると考えられている。 ロムルスの地表からのシルビアの見かけの大きさは16度10度である。レムスの見かけの大きさは0.62度から0.19度までの間で変化する。ABCF、マーキス・エトール、ディスカバリー・オブ・ザ・トリプル・はスター・イドル・システム87、シルビア、ネイチャー436。 822http://adsabs.harvard.edu/.cgi-bein/.nph-beib.query.vivcode=2005nach は 436822m&db.key="ast&data」タイプ ="html&」フォーマット ="and」 ハイイコール444ビット 66A47D32268 ありがとうございます。